第5代順弾尺サーハイド・パーカー海軍中将はイギリス海軍の指揮官。パーカーはゲンボリックシャーのトレーングトンで生まれた。祖父は第2代順弾尺ヘンリー・パーカーで、父は聖職者だった。24歳の時にイギリス海軍に従軍1748年にはポストキャプテンに昇進した。当時60万ポンドの価値があるスペインガレ温泉を打破したことで、 家族が豊かになった。1755年10月、ハイドパーカーはポストシップのスクアラールの艦長に任命され、翌年にはフランスの試略船トレ・ベネラブルを打破した。7年戦争の後半には東インド水域で戦い、1760年から1761年のポンディシェリー包囲戦と1762年のマニラの戦いに参戦した。 1762年10月30日の海戦ではマニラガレオン戦の一隻をアカプルコとマニラの間の開港中に打破した。1778年に海軍少将に昇進、副司令官として北米の水域に向かった。ジョージ・ロドニーが到着する以前、リーワード諸島の指揮官であり、マルティニークでフランスに対しうまく立ち回った。1781年、 帰国して海軍中将になった後、1781年8月5日にオランダ艦隊とドッカーバンク海戦を戦い、お互い優勢を得られないまま撤退した。パーカーは任務に必要な能力が足りないと考え、辞任した。1782年7月10日に順断爵位を継承し、その直後、東インド基地の指揮官に任命された。しかし、認知に向かう途中に、 機関家とが沈没、パーカーを含め全員が失われた。順段社位は、長男ハリーが継承した。次男のハイドは低督になった。ありがとうございます。